アンリ、短いパスをつなぎ様子を伺っています。ここでボールを奪い返します。ここはサイドへパスを出します。ボールを取りました。さてどうする。アンリ狙いたい。前方に運びました。ジャンプしてかわした。このボールは決定的。入った。これはナイスシュート。諦めずに得点も狙ってほしいですね。スペースに見事なスルーパス。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。危険な位置です。緊張感が増してきます。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。スローインで試合が再開となります。アンリ、シュートだ。惜しいシュートでした。点差は変わりません。打ってきた。吐き出した。ギリギリの反応。ここは何か仕掛けてくるか。ボールを入れました。このボールは相手にクリアされました。コーナーキックになりましたね。これはあるか。ここはしっかりクリアされました。サイドのスペースを使います。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。ショートコーナーです。ここはシュートチャンス。コーナーキックになったようですね。ショートコーナー、アンリ、ゴールチャンス。イエス、ゴール決まった。あそこにやられてはもうゴールを見届けるしかないというところでしょう。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。これはサイドを上がれそうです。タイムアップ。